ペイペイドーム命名権報道でミスペイがトレンド入り。 X 旧ツイッターで25日水原一平ドームなるワードが突如トレンド入りした。福岡ペイペイドームの命名権をみずほフィナンシャルグループ FG が取得し、みずほペイペイドーム福岡になると朝日新聞デジタルが報道。略したミスペイがドジャース大谷翔平の元通訳で違法賭博による銀行詐欺の疑いで訴追された水原一平容疑者の名を連想させることからネットを沸かせた。そっちか福岡みずほの方かと思った。みずほら一平ドーム一平ペイ、普通に福岡ドームでといえば企業の株が上がるのに、水原一平辛いネーミング、一平使用料61億よろしく。ミスペイだと連想するけどハライチだと連想しない不思議。一平が溶かした金で命名権くらい買えたんだもんな。話すときは福岡ドームて言えばいいよ。ちょこちょこ変えてめんどくさい。さすが福岡良いセンスしとる。似た名前の私迷惑してます。登場人物全員同じ側やからぴったりやん。みずほも一平もどっちも印象悪いしどうでもいいや。ペイペイとか名前が恥ずかしい。ドーム側企業側どっちもかわいそうで草。ご視聴ありがとうございました。